よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していこうと思います。今回はですね、福島民報からお城に関するこうクラウドファンディングで面白い話題が出ていましたので、紹介します。ヤフーニュースなどにも掲載されてましたので、知った人がいる方もいるかもしれませんが、関連サイトなどと合わせて紹介しますのでよろしくお願いします。はい、こちら5月25日の記事ですね。小峰城一国城主になろう、資金募集、協力者に城主賞や優遇とあります。はい、では記事を読んでいきます。白川市は小峰城清水門復元を指揮して資金的に支援する小峰城一国城主プロジェクトを始めた。市民ら一人一人の善意を復元に結びつける試みで、寄付金1000円を一国として広く城材を募る。6月1日に受付を開始する。白川藩最大石高である15万石を目標とするとあります。ということは、1億5000万円ということですね。はい、個人は1回1000円以上、法人は1回1万円以上、寄付した個人法人には小峰城主賞を送る。希望する個人の氏名やメッセージを市ホームページに掲載する。法人名も、市ホームページに掲載できる。1万円以上寄付した個人には市内の観光施設で優遇措置を受けられる城主カードを送る。清水門は2023年、令和5年に着工し、2024年に完成する予定とあります。で、募金は口座振込や現金持参などで受け付ける。寄付申し込み書への記入が必要となるとあります。はい、こちら、市の職員の方でしょうか。よみがえれ清水門というこの、ポスターですね。持って、小峰城一国城主募集というふうに、掲載しています。要はクラウドファンディングですよね。寄付を募って、その見返りに何か用意しますよというような感じでやっているものですね。はい。で、こちら、まずこの市のホームページの方を見てみますと、こちらですね。小峰城一国城主募集とありまして、小峰城一国城主募集について、白川市では三重櫓前御門に引き続き、小峰城が奥州の抑えの名城としての、佇まいを整え、より多くの方々に、本市の歴史、文化を堪能していただくため、清水門の復元に取り組んでまいります。皆様と一緒に復元に取り組みたく、清水門の復元に対するご寄付、1000円ごとに一国とみなし、白川藩の石高の最大15万石にかけて、寄付を募る小峰城一国城主プロジェクトを立ち上げましたので、ご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。で、こちら、指示ですね、こういうものをこう復元するんだよということですね。なかなかかなり立派なもんですね、確かに。はい、で、続きまして、清水門とは、二の丸と本丸を結ぶ重要な門で、高さは約11メートル。間口は約14メートル、小峰城の中では最も大きな櫓門でした。本丸に至る途中には番所が設けられていましたが、清水門内にも番所が置かれ、厳重に警備がなされていたと考えられます。復元にあたっては、江戸時代に城内の櫓門を実測して作られた白川町御櫓絵図や、これまでの発掘調査の成果に基づいて忠実に復元します。令和2年度より基本設計を行い、6年度の完成を目指してまいります。こういう感じで、かなり詳しい絵図というか図面が残っているわけですね。はい、今はこんな感じです。今、なんていうかこの、鳥に似たような感じのこの、門がちょっとちょろっと残っているだけという感じなんですね。で、募集6月1日まで。こちらですね、個人寄付特典、城主賞、一国城主の証である城主賞に寄付をいただいた方の氏名、括弧法人名を入れて後日郵送いたします。で、氏名掲載任意ですね。こちらホームページにて、名前などを掲載しますよと。あと、一国城主限定ブックレット、清水城の、こちらですね、清水門完成後、寄付者の方々にお名前を掲載いただいた限定ブックレットを作成いたします。小峰城歴史館にて城主賞または城主カードを提示された方に贈呈いたします。郵送はいたしませんとありますね。はい、で、城主カードですね、個人で1万円以上寄付された方に、市内の観光施設などのご提示により入場が減免、無料となる優待賞、城主カードを後日郵送いたします。で、全3色ですね。これは白と灰色、黒と3色あるそうですね。はい、で、市内にあるこの、水楽園でしょうか。水楽園、小峰城歴史館、中山義忠記念文学館がこちら、無料になったり減免になったりするそうです。と、城下町ツアーですね。こちら希望者のみですが、当市学芸員がガイドとなり、町中を巡り、市中の歴史をより深く知っていただける観光ツアーを開催いたします。開催日は後日決定ということですね。はい。
でこちらですね、若干ちょっと内容が違っていまして、1000円以上1万円未満の方には五条支所とホームページの名前掲載ブックレットだけなんですが、まあ、1000円以上3万円未満にはこの、上手カードですね、白色、漆漆喰の色とよくあり、ま、分かる、まあ、上手カードどういうものかにもよるんですが、まあ、要は白色のまあ上手カードがあって、それを持っているとまあ観光施設などが無料で入れますよというふうに、有効期限1年間ですね。で3万円以上5万円未満ですと同様のもので、上手カードが灰色になって有効期限2年間で5万円以上ですと、黒色ですか、かなりまあこう渋い感じの色になるでしょうか。で、有効期限3年間のものということですね。はい、こんな感じで出ています。で、こんな感じで寄付ですとかこういった感じに出ていますね。はい、まあ、この寄付の送り先ですとか、そういったあとは詳細な説明などが書かれています。こんな感じですね。はい、こんな感じになっています。まあ、要は繰り返しね、クラウドファンディングとしては面白い試みだと思います。ただこれそうですね、問題になるのはこの上手証とこの上手カードのデザインですよね。これがなんていうかこうしょぼいものだとがっくりきてしまいますし、かっこいいものだったら、それだけで、こう、なんていうか、集まるような気がするんですよね。まあ、有効期限に関わらず。そのデザインが早いところ公開されないかなというところなんですが、どうなんでしょう。今時点で公開されていないということは、まだ何も決まっていないのか、これからデザインをまだ考える段階なのか、そうですね。それとも何か、金額によって決めようとか、その辺考えているのかもしれませんが、ちょっとその辺が気になるところですね。はい。でコミュニティアートについては、こちら、市のホームページで別の、ところに掲載されていますので、ちょっと紹介します。コミュニティアート、30ヤグラは5月22日から、新型コロナウイルス云々かんぬんということ で、入場者制限のため、まあ、一部制限、公開制限してますよということをやってますね。はい。これほぼ全景ですね。まだ、こう、ヤグラはあるんですが。なかなか立派な感じですね。こちら、国指定史跡。で、こんな感じですね。はい、でこのコミネ城の櫓なんですが、天守閣ではなく30櫓というふうに書いてますね。まあ、過去の歴史などいろいろあるんですが、残念なんですがこれ、直近ですね、こちら、ですね、こちら戊辰戦争ですね。こちら戊辰戦争、白川口の戦いにより落城を消失したということですね。これが、まあ要はそれまではあったんだけれども、その時に消失してしまったということで、ただしこちら平成3年になって30櫓、平成6年には前御門が史実に忠実に復元され王子の姿を忍ばせている。でこの復元したこの櫓や門はちゃんとしたこの木造の当時のものに極力忠実に再現したもの。例えばこの、それで名古屋城なども問題になったらコンクリート作りのものを鉄筋コンクリートで作った、要は形だけ再現したというものではなくて、ちゃんと木造によりまあ、設計図なども残っていたことから極力当時の姿で再現したものを、新しい再現して作りましたよというところはなかなか見事なものであります。その意味も含めて今回のこの、清水門も新しく復元しようということみたいですね。はい。でこちらは白川小峰城、白川観光物産協会ホームページ、行ってみっぺ白川ですか。こちらは白川の見どころということで、白川小峰城も紹介してあります。まあ、こちら、シネミ小峰城ですね。平成22年8月5日、その歴史的な重要性が評価され、国指定文指定史跡となりました、ね。じゃこちらは秋で、こっち冬でしょうか。こちらは夏でしょうかね。なかなか綺麗な、こう、本当に、まあ、確かにこう、平成22年、先ほど作られたのが、こちらですね。平成、3年に30門ですね。また、そうですね。それほど経っていない20年ちょっとでどうですか。でまだこう、新しい感じの、まあ、姫路城の改築の時に白すぎるということにもちょっと問題になりましたが、こちらのこと、30櫓に関しては、まあ、最初からこういう白い姿で綺麗にこう、本当に壁の鮮やかな城の櫓が見えるということですね。はい、こんな感じですね。なかなか見事な綺麗な感じだったと思います。まあ、こちらに今回は清水城 の清水門ですね、こちらを、まあ、復元させようと。まあ、その他にも二の丸ですとかその他の門などもいくつかあっ
で、まあ、完全にこれで復元されるというわけではないんですが、まあ、徐々にこの白川城、まあ、少しずつではありますけれども、皆さんの協力を得て復元していこうという感じだと思いますね。はい。ではここまでで、はい。こちらですね、各、ニュースですとか、新聞記事やサイトなどは概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方、ぜひ見ていただいて、一国城主になってみてください。1000円からですので、かなりハードルは低いかと思います。では今後もこうした形で、皆さんに、良いニュースですが楽しい話題共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はここまでとします。ありがとうございました。